はい、こんにちは。今回はね、こちらですね、トヨタのクラウンです。これは4代目になりますね。昭和46年、1971年2月に登場した4代目クラウンは、社名をトヨペットクラウンからトヨタクラウンに改め、先代から大釜のスタイルチェンジを果たした高級車であると。コンプレーションこそ先代が高くしていたものの、エクステラは直線から基本としたオールドックのデザインから一見。トヨタがスピンドルシェーブ、膨張型で生んだそのスタイルは、バンパー、ボディと一体化させた全体を丸くつなげるという新鮮なものであった。さらに、国産車で初めての全車に採用されたビルトイン式のカラードバンパーや C ピラーの後方、トランク上部などは直線的なデザインで統一されており、そう独特のフォルムは、クジラあるいはナマズと呼ばれていた。で、ボディーバレーションは、フォードワスタンとツーダードップワゴンとバンというラインナップで、ピックアップトラックが廃止されたこと以外は、先代と同じだったんですね。で、一方、グレードのは最上級のスーパーサロンが新設定されており、この名式は以後も歴代クラウンの長く使われることになる。先代から全長が70メートルアップされたゆとりのある室内空間には、ファップリップ仕様のシートやリアウォーターピラーを設置されたパーソナルランプを備え、スーパーサロンにはステレオを照準設備するなど、高級感を演出する設備芯が意識的に導入されたんですね。で、トヨタは先代クラウンの時代から法人向けのほとんどという高級車仕様を設定する個人ユーザーやアピールを徹底的に行っており、4代目クラウンの先進的なスタイリングボスの一環だった。しかし、保守的すぎたデザインが、法人なら不足にユーザーを持っており、個人ユーザーでも統一された、同時期にモデルチェンジした日産セドリック・グドリアに乗り換えるユーザーが続出。その結果、4代目モデルは初めて販売台数でセドリック・グドリアにクラスの周囲のユーザーを受け渡し、クラウン市場を唯一にして最大に失敗したことも言われてしまったという車なんですね。で、これが昭和46年の2月から昭和49年の10月でして、車両型式が NS60、NS62、NS66、NS70、RS66、NK75 他にあると。で、生産台数が28万7970台と。まあ、それでも多くの台数を、製造していました。で、このクラウンの、一番お安い、価格と見ましても、スタンダードが78万2000円で買えたんですね。で、一番高めの、設定、一番高めの金額としても、スーパーサロン169万6000円で買えたと。まあ、200万円とやれば、まあ、200万円ぐらいあれば、まあ、クラウンがお釣りが出て、クラウンが買えると。まあ、そういった、ことのね、まあ、ことができたんですね。今ではちょっと考えにくいようですけれども、まあ、当時はそういうことができたんですね。で、これは、まあ、非常にね、その内装なんかもこのように良くてね、こういうふうによくできてるなっていうところでもあります。これもやっぱりちょっと長年のね、間の汚れとかはありますけども、非常にこれは膨張型のね、まあクラウンで、この当時で今までのクラウンというものをこう意識を変えて新しいクラウンを挑戦するべく、まあ、こういう形にしたんですが、かえってそれがダサいと言われてしまって、まあ販売に大きく溝を開けられてしまった、車ですね。でもまあなかなかそういった車っていうのも、ある意味ではこう面白い車ではないかなというふうに、思いますし、まあなかなかこういったね、車というのもなかなかの味があってね、非常にいいんじゃないかなというふうに、思います。はい。で、まあそうですね、今はね、そのクラシックカーブームっつって、昔の車がねこう今再びこう流行り始めてる、時代ですね。まあそれだけやっぱり今の車というものに対してあまり魅力というものはあまり感じない、まあそんな時代になってしまったんですね。であれば、まあこういった、車のようにね、こう魅力的な自動車というか、まあそういったのを、そういった時代の車の方がよりこう昔、今にない形というか、そういったところが気になれてるんじゃないかなというふうに思います。でもなかなかそういったのってのはいいなというふうに、思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。